アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの影に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話の世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽屋リチャです。令和6年11月4日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、2024X3 リーグ第4節の一戦となります。琉球ガーディアンライオンズ対三重ファイヤーバード一戦がまもなく行われようとしています。試合開始12時キックオフ予定となっております。両チームその試合に先立ちまして、そのウォームアップに努め、現在サイドラインにて最終確認を行っているという状況に至っております。両チームのご紹介をさせていただこうと思います。まず本日はホームチームという形で、手前側ホームスタンド側に陣取っており、カラーのユニフォームブルーをまとっておりますのが琉球ガーディアンライオンズです。沖縄にアメリカンフットボールの文化を作り、多くの方に知っていただくことで、アメリカンフットボールの激しさ、美しさ、楽しさ、胸躍る興奮を体験してもらうという強い思いから、2020年にメンバー5人が結束しまして作り出されましたチームです。多くのスポンサーがこれに協賛しまして、この X3 に参戦し、そのシーズン3戦目、現在全勝という形で、その期待に応えんと奮闘をしておりますチームが、現在このチーム、この琉球ガーディアンライオンズです。この試合に勝利しまして、さらにその連勝を続けんという形で、この鶴見緑地に、参戦し、やってまいりました。さあ、遠方沖縄から参りましたこのチーム、この試合も白星しまして、さらに、優勝に向けてのその一石を投じることができるでしょうか。これに対する形で、本日それに相対しますのがバックスタンド側に陣取っております三重ファイヤーバードとなります。こちらも、40年以上前に三重、日大出身の方が三重に赴任した際に、フットボールが全く未開である、その三重の地にアメリカンフットボール普及立ち上げんと出来上がりましたチームです。県内のフットボールチーム総部にも貢献し、そして多くの全国の大学アメリカンフットボール経験者も招き入れて、チームを現在も存続しております。もちろん未経験者の育成、そしてそのアメリカンフットボールの楽しみを三重に普及させんと邁進しております三重ファイヤーバードは、この一戦の対戦相手という形になります。共にアメリカンフットボール未開の地において、この競技を普及させんと意気揚々そのチームを立ち上げ、その戦果をまさにこの場に示さんという形で、フィールドにここ鶴見緑地に集まりました両雄の一戦がこれから行われる形になります。さあ、その試合に先立ちまして、両チームの方々に、あらかじめインタビューをさせていただきました。今から流させていただきます。ぜひよろしければご視聴いただきたいと思います。自己紹介お願いいたします。はい、琉球ガーディアンライオンズキャプテン、フェンスライン55番阿部軽平です。琉球ガーディアンライオンズ、どういったチームですか？はい、我々は沖縄から X リーグに参加してます。で、X2 昇格を目指して、今季は全勝優勝を目指してます。今日の試合についての抱負をお願いいたします。はい、我々が全勝優勝するために、今日の試合とても大事な試合になります。で、また沖縄からわざわざ飛行機に乗ってホテル取って試合楽しみに来ているので、今日も全力で楽しみたいと思います。期待します。頑張ってください。ありがとうございます。自己紹介お願いいたします。はい、三重ファイヤーバード7番、キャプテンの白川です。三重ファイヤーバード、どういったチームですか？はい、
三重県鈴鹿市に本拠地を置く、来年50周年を迎える、社会人アメフトチームになります。三重県唯一のチームで、さまざまな、バックグラウンド出身地を持ったプレイヤーが、日々楽しく練習しております。今日の試合についての抱負をお願いいたします。はい、琉球さんとっても、強くて、厳しい試合になることが予想されるんですが、三重県唯一のチームとして恥ずかしくない、いい試合をしたいと思います。期待します。頑張ってください。はい、よろしくお願いします。両チームこの試合にかける意気込みを語っていただいた力強いメッセージをありがとうございました。さあ、その中、その試合に先立ちました最終調整終わりまして、双方激を飛ばし、その気概を上げているといった状況になっております。そして審判団がフィールドに入りまして、まもなく試合開始の時を告げる準備に入りました。両チームサイドラインに整列しております。本日の鶴見夜市、非常に好天に恵まれております。アメリカンフットボールをするにふさわしい天候といった、そのような絶好の天候となりました。ただ若干配信の方、電波状況はこの地はなかなか思わしくなく、配信そのものは若干乱れたものになる可能性はございます。この点は何卒ご了承のほどよろしくお願いいたします。レフェリー中央に進み出まして、これより両チーム首脳陣招き入れます。
令和6年11月4日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、2024X3 リーグウエスト第4節、琉球ガーディアンライオンズ対三重ファイヤーバードの一戦がまもなく行われます。試合開始12時キックオフ予定となっております。これより両チーム首脳陣によりますコイントスが行われます。手前側に陣取りますのがホームチームという形に本日はなっております。琉球ガーディアンライオンズ、沖縄より参戦しておりますチームです。対しましてアウェーという形になりますのが三重ファイヤーバードです。こちらも三重から参戦しております。早速チャット内のメッセージありがとうございます。ハンマー様、琉球ガーディアンライオンズ千葉リオのメッセージありがとうございます。琉球としてはこれを勝ちましてさらに白星積み重ねたいというその思いが募りました。メッセージ非常に心にしみります。三重ファイヤーバードキックオフ、琉球ガーディアンライオンズリターンで試合が始まります。この試合は双方合意のもと1クォーター8分の正式ゲージで行います。さあ双方劇を飛ばしフィールドに散りました。これより試合開始となります。まず試合は三重ファイヤーバードのキックオフで開始する形になります。キックオフいたしますのは先ほどインタビューにも答えました三重ファイヤーバード7番の白川が務めます。同志社大学出身のキャプテンです。対しまして琉球はリターナー2枚配置している模様です。21番、19番が配属している模様、ように見えます。19番ちょっと番号ありませんので後ほど番号再度確認いたします。29番に訂正させていただきます。29番は中村ですね。さあスクールキック、短いキックを蹴りました。それを琉球返していきます。これは抜けている、ナイスリターン。ここで三重はリターンを避けんと短いキックを蹴りました。スクイブキックと言います。いわゆる、野球のスクイーズと同じ語源となっております。このキックによってリターンを避けるというところでしたが、しかしリターナー29番見事なステップワークで非常に多くの展開、一気に相手陣30ヤードに入るビッグリターンを決めました。素晴らしいリターンを披露しましたのは三重ファイヤーバード29番の中村です。城西大学出身です。さあこれによりまして琉球は相手陣からの攻撃になります。琉球ガーディアンライオンズ相手陣34ヤードからのファーストダウン、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離10ヤード。さあまず右方向へのランプレーを展開しました。まずはランニングバックにハンドオフし右オープンを突破線というところでしたが、ここに三重ファイヤーワード73番が立ちはだかりまして、このランを1ヤードのゲインでとどめております。キャリアとなりましたのは琉球ガーディアンライオンズ14番の草垣、大阪工業大学出身。それを仕留めましたは三重ファイヤーバード73番の清水でした。富山大学出身です。富山大学は今季北陸リーグを初制覇いたしました。その勢いをまさに受け継がんという形でその OB もここで活躍しております。琉球ガーディアンライオンズセカンドダウン内パス不成功。今度はオフェンスが開始点から後方より一度だけ 前に投げることができる前パスを展開しました。
クォーターバック7番が投じたパス、ターゲットは29番でしたが、しかしこれはキャッチできずパス不成功となっています。前パスは失敗となりますと、ボールは元の位置に押され、次の攻撃に変わります。従いまして琉球は1つ攻撃権を失って、3回目の攻撃、サードダウンに変わります。琉球ガーディアンライオンズ、サードダウン9、ボールオンは相手陣32ヤード。さあこの判定どうか、パス成功、キャッチしております。パスキャッチしまして攻撃権更新です。琉球ガーディアンライオンズファースター、ここで琉球は再びパスプレーを選択しました。今度は中央に入り込んだ3番へのパスでした。3番、これが逆コースになりまして、キャッチ難しいところを、しかし倒れ込んで見事にキャッチしまして、攻撃権更新としています。琉球ファースター、見事キャッチしましたのは3番の池口です。日本大学出身。琉球相手陣22ヤードからのファーストダウン10、1回目の攻撃に戻っております。パス不成功、今度は一気にタッチダウンを狙うパスを奥に放り込みました。ターゲットは3番、このまま一気にキャッチすればタッチダウンというところでしたが、しかしわずかにこれが確保できず、パス不成功に終わっております。ダウンは1つ変わりまして、セカンドダウンに変わります。琉球ガーディアンライオンズ、セカンドダウン10、ボールオン相手陣22ヤード。さあ今度は中央へのランプレーです。ランニングバック40番にハンドオフをしまして、密集点に突入させました。40番、相手のディフェンスをすり抜けるようにゲインしまして、約8ヤード獲得しております。託されましたランニングバックは40番の比嘉でした。東京農業大学出身のルーキーです。琉球サードダウン2、さあ再び密集点いった、攻撃権更新、ファースター、この2ヤードを確実にランプレーで獲得しました。オフェンスラインともども、ランニングバック40番中央なだれ込みまして、攻撃権更新です。琉球ガーディアンライオンズファースター、ここは40番の日向が活躍しまして、攻撃更新を獲得しております。1回目に戻しまして、今度は相手陣9ヤードからの攻撃に入ります。これより琉球 ファーストダウン2ゴール、エンドゾーンまで9ヤードの4回の攻防になります。パス不成功、ナイスパスディフェンス。ここでクォーターバックは左奥を走り込みました。3番にパスを投じました。キャッチできればタッチダウンというところ、しかしこれをミエファイアバード87番見事にカバーしまして、パス不成功に変えております。失礼いたしました、番号の方先ほど確認誤りましたが、ディフェンス素晴らしい、カバーをしておりました。琉球ガーディアンライオンズ、セカンドダウン2ゴール、残り9ヤード。タッチダウン、ここで琉球はランニングバック40番にハンドオフし、40番そこから左にバーンアウト、一気に相手ディフェンスの外をまくるように展開し、そのままエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。琉球鮮やかな攻撃でタッチダウンを上げまして、先制となる6点を獲得しております。そしてタッチダウンの後のワンプレー、トライ4ポイントに入ります。このキックを確実に決めまして1点追加し、琉球ガーディアンライオンズ7点、三重ファイヤーバード0点と、まず琉球が先制タッチダウンを上げる形に成功いたしました。このチャンスをランプレーで獲得しました。
第2枠40番ハンドオフからスピードによって左オープンに展開、そのまま一気に相手ディフェンスをまくるようにエンドゾーン駆け込みまして見事先制のタッチダウンを決めております。タッチダウンしましたのは40番の比嘉です。東京農業大学のルーキーがここで素晴らしいプレーを披露しました。アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けると2通りです。ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。タッチダウンはその後にもうワンプレーのボーナスがあり、ここでキックを決めると1点、そしてエンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これ以外の得点は自分たちのエンドゾーンで倒される自殺点のセーフティーの2点です。この結果アメリカンフットボールはこの2点、3点、6点、7点、8点の5通りの繰り返しによって、その積み重ねによって得点が加算されまして勝敗をつける決着方式になっております。さあそして、先ほど得点を挙げました琉球ガーデンライオンズキックオフしまして、三重がリターンし、三重は自陣25ヤードからの攻撃位置を確保しております。ラグビーと違いましてアメリカンフットボールは得点を挙げた側がキックオフをし試合を再開いたします。従いまして失点をした側が次の攻撃を得やすい形になっております。この権利を三重は生かすことができるでしょうか。三重自陣24ヤードの位置からのファーストダウン10、これは琉球ナイスディフェンス。三重はここでランプレーによってまず中央くさびを打たんという形で、ランニング枠を突入させましたが、ここに琉球73番立ちはだかりまして5ヤードロスに変えております。アメリカンフットボールは前進をゲイン、これはロスと表現します。見事ロスタックル決めましたのは73番で本日登録になっておりますゲイブ・エドワーズです。ロレナ高校出身のプレイヤーです。三重ファイヤーバードセカンドダウン15、パス不成功。今度はクォーターバック9番、中央切れ込んだワイドレシーバー10番にパスを投じましたが、わずかにパスが乱れまして不成功となっております。ダウンを1つ失ってサードダウンに変わります。三重ファイヤーバードサードダウン15、パス不成功、パス不成功となっております。ここでしかし、ここでパスプレーによって突破を図らんというところでしたが、このパスは実らずフォースダウンに変わります。ここでウォーターブレイクが入ります。アメリカンフットボールは事前の協議によりまして審判団、その当日の、両チームのメンバーの健康状態およびその日の天候などを鑑みまして、クォーターの半分でレフェリータイムアウト、ウォーターブレイクを入れることがございます。本日は三重の参加メンバーが、若干乏しいということによっての懸念があってでしょう。クォーターの半分でウォーターブレイクが入っている模様です。 X リーグ、特に社会、X2、X3 といった階層のところはどうしても専任という形で、行われる選手がほとんどおりません。もともと X リーグはプロのチームではないため、ほとんどが、実務業務として他の仕事をこなしながらこのアメリカンフットボールに勤しんでおります。 X になりますとその意味においてなかなか条件が見合う方がなかなか揃わないという厳しさもございます。これらを鑑みました措置ということでご理解いただければと思います。さあウォーターボールが解けまして試合再開、三重ファイヤーバードフォースダウンロング、パントフォーメーションを取ります。パントはキックによる陣地挽回図る策です。プレッシャーにいましたが、パンターなんとかそのキック蹴りやつことに成功しまして、ハーフウェイ付近までそのボールを返し、この位置で攻守交代、テイクオーバーしまして琉球ガーディアンライオンズに攻撃権移ります。三重の反撃のシリーズは結果的にはフォースアンドアウト4回で終わる形になりました。さあ今度は琉球が再び攻撃を終えました。琉球は相手陣48ヤードからの攻撃に入ります。
琉球さらに畳みかける形になるでしょうか。琉球ガーデンライオンズファーストダウン10。さあ抜けている、振り切った、ナイスゲイファースター琉球。ここで外にいましたワイドレシーバー21番にパスを投じました。21番ここでさあ抜けている、そこから相手ディフェンスを振り切って一気に独走、サイドラインがいましたが更新なる素晴らしいプレーパフォーマンスにしました。琉球素晴らしいパフォーマンスでした。21番は松井です。事前登録という形でメンバーにはありませんでしたので、おそらく途中から参加したルーキーという形で、解釈させていただきます。さあ今度はランプレーです。ランニングバックに託しまして中央突破図という形で、140番2周点スリム軌道に約7ヤードのゲインとなっております。キャリアとなりましたのは先ほど立ち上げました40番の比嘉です。こちらもルーキー活躍しております。X3 リーグは他の、会場と違いまして、シーズン途中からでも参戦することが可能になっています。試合開始の、試合が行われるその1週間前までにチームに登録しましたら、その試合に出場することが可能にもなっております。さあパスいった、タッチダウン。ここで琉球一気にパスによってタッチダウン上げ、さらに得点を重ねる形に成功しました。中央切れ込みました、ワイドレシーバー14番にパスを通し、そのまま14番エンドゾーンに飛び込みました、タッチダウン。琉球素晴らしいパスを、重ねまして再びタッチダウンを上げ、6点を追加する形になっております。そしてキックも決まりまして、さらに1点追加なり、琉球ガーデンライオンズ14点、三重ファイヤーバード0点という形でスコアはさらに広がる形になっております。出場することが可能にもなっております。琉球高難織り交ぜた素晴らしい攻防、最後はパスによって決着させました。中央切れ込んだ14番にクォーターバック7番パスを通じ、14番タックル受けながら見事にエンドゾーンに飛び込んでタッチダウンになっております。見事にキャッチキッタッチダウンを決めましたが、14番の草開きです。大阪工業大学出身のプレイヤーです。そしてこの鮮やかな攻撃を展開しておりますのはクォーターバック7番の藤原です。千葉商科大学出身のバイスキャプテンです。さあ着々と得点重ねる琉球のキックオフで試合再開となります。三重リターン入りました。リターンは7番中央突破を図りまして、三重は自陣32ヤード付近からの攻撃を得ます。さあ三重としては厳しいという中から、しかし反撃となる得点を上げたいところではあります。この自陣32ヤードからの攻撃のチャンス生かすことができるでしょうか。三重ファイヤーバード自陣32ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック9番プレッシャー受けながら左に流れつつ、ワイドレシーバー82番にパスを投じましたが、しかしコントロール乱れまして不成功となっています。ダウン一つ変わりましてセカンドダウンに変わります。三重ファイヤーバードセカンドダウン10、ボールオン自陣32ヤード。さあ今度はランプレーを投じました。
ハンドオフしまして、何枠16番密集点に突入、相手タックル殺到する中、しかし2ヤード獲得になっております。託されましたキャリアは16番の下本でした。鳥取大学出身のプレイヤーです。今度はさあ、ミエフ、サードン8。ここでトラブル発生しました。クォーターバックにスナップされましたが、クォーターバックこのボールをジャッグルしました。なんとか抑えましたが、この時膝をつき、ここでプレー終了となっております。結果的に約4ヤードほどロスしてフォースダウンに変わります。非常に高度なハンドリングを求めるケースがありますアメリカンフットボールですが、最初の起点でありますセンターラインマンからバックスに渡すスナップ、エクステンジといったアクション、これらも非常に重要なスキルになっております。ミエファイアバードフォースダウン12、パントフォーメーションを取ります。このパント若干シャンクした格好になりまして、左サイドライン側を割りました。結果三重は自陣脱することできず、自陣46ヤード付近で攻撃を譲渡し、結果琉球は相手陣に入ったところから攻撃を得ます。攻撃権変わりまして、琉球ガーデンライオンズのオフェンスに変わります。さあ有利な位置から攻撃を展開することができました琉球。相手陣46ヤードからのファーストダウン10。琉球今度はドロープレーを展開しました。ドロープレーはランパスに見せかけ、遅い展開を行いますパスフェイクのランです。これを託したランニングバック3番、その絶妙のタイミングで中央切れ込みまして、約7ヤードのゲインを果たしております。キャリアとなりましたのは3番の池口です。日本大学出身のプレイヤーです。校名を聞きますと、いわゆる名門校であるフェニックスを連想しますが、彼は歯学部出身です。したがいまして、大学時代は、学生の体育会系のフットボールは経験していないということでした。しかしこの X で活躍しております。さあ再びその3番が持ちました。ナイスダウン、ファーストダウンということでした。しかしここで再びランニングバック3番にドロップを展開しました。同じく、相手のディフェンスを見ながら絶妙なコース取りをしまして、攻撃権更新になっております。ここで第1クォーター終了となっております。第1クォーター終わりまして、琉球ガーデンライオンズ14点、三重ファイアーバード0点。攻守双方向きを変えまして、これより第2クォーターに移ります。アメリカンフットボールは試合を4つに区切って行います。バスケット同様、それをクォーターと称し、第1、第2クォーターを前半、第3、第4クォーターを後半とします。第1と第2、第3と第4の切り替えでは攻守の方向を入れ替え、前半と後半の切り替えではタイムアウト、ポジショニングをリセットして試合を行います。まずその序章となります第1クォーターは、琉球が鮮やかな高難織り交ぜた攻撃展開しまして、2つのタッチダウンを重ねる形で試合の主導権を握りつつあります。三重としては何としても打開点を見出したいといったところ、しかし現在はその状況を押されているといった格好になっております。さあ、それは向きが変わりましたことで情勢変化生じるでしょうか。これよりその双方の立ち位置変えまして、第2クォーターに移ります。さあ、琉球今度はメインスタンドから向かって右から左に攻める格好に変わります。これより第2クォーターに移ります。琉球相手陣32ヤードからファーストダウン10。パス成功、ファーストダウン。
陣。ここでクォーターバック7番は左に展開していた21番に内側に切れ込ませまして、そこへパスを投じました。ディフェンスの前に入り込む格好で21番体を駆使して見事キャッチしまして攻撃権投進です。琉球ファースター、鮮やかなパスを展開しましたがクォーターバック7番の藤原、それを取りましたがワイドレシーバー21番松井でした。琉球相手陣20ヤードからのファーストダウンテ、これは三重も踏ん張ります。今度はランプレーでガニバック3番に右オープン展開を図らせました。スピードに乗って相手ディフェンスをまくろうというところ、しかしそこに三重80番が食らいつきまして、このランも2ヤードのゲインで阻止しております。粘りあるタックルを披露しましたが、三重ファイヤーバード80番の桐山です。大阪市立大学出身のバイスキャプテンです。三重ファイヤーバードも同じくアメリカンフットボール普及難しい時期、それを乗り越えまして、この半世紀近くになります、長い年月かけて奮闘しているチームとなっています。さあパスが取っている。さあ判定はどうか。ここで琉球ワイドレシーバー13番にパスが取りました。13番そこからキャッチアンドランを図り、一気にエンドゾーン狙わんというところでしたが、この時のファンブルが果たしてプレー中であったか否か現在協議されております。先に膝がついた方が先、つまりプレーが終了してからのファンブルということでキャッチが認められました。従いまして先ほどのパスは成功という判定になります。琉球結果的に攻撃権を相手陣3ヤードから展開するビッグチャンスを得ました。見事攻撃権更新です。さあ相手陣3ヤードから琉球ファーストダウン2ゴール。タッチダウン。ここで琉球はプレーアクションからクォーターバック自らキープを判断いたしました。パス、ランともにそのキャリアに注目が集まる中、クォーターバック自らがボールを持ち、その右オープンに展開。文字通り無人の荒野駆け巡るように右オープンからエンドゾーンに入りましてタッチダウン重ねております。これにより琉球さらに6点追加となっています。そしてキック決まりまして1点さらに追加なり、琉球ガーデンライオンズ21点、三重ファイヤーバード0点とその差広がる形になっております。実に鮮やかなプレーチョイスでした。ここまでランニングバック、そしてワイドレシーバー活躍する中、クォーターバックの関心移せた中での鮮やかなプレーアクションからのキュービーキープでした。いわゆるブーツレック、密造酒時代に酒を隠しながら歩くその姿から名付けられましたブートレッカーから、由来であります。ブーツレックが見事決まりましての立ち合うんです。鮮やかな技を披露しましたのはクォーターバック7番の藤原でした。さあ琉球さらに得点重ねるでしょうか。これより琉球のキックオフレ試合再開です。ここで短いキック、おそらくはオンサイドキック、自ら攻撃経験を得るようなそのようなギャンブルキックを敢行しました。キックオフのボールはキック地点から10ヤード以上前進すればどちらか抑えてもいいという権利になっています。これを利用した短いキックを蹴りましてさらに攻撃権を得ようという形だったと思いますが、しかしこれは三重許さず、結果的に三重は自陣47ヤードからの攻撃を得ます。この位置から三重ファイヤーバードの攻撃になります。三重ファイヤーバード自陣47ヤードからファーストダウン10。さあまず三重は中央の突破を図らんとランニングバックにボールを託しました。バード、ランニングバック37ヤードからファーストダウン10、ボールを持ちましてその期待に応えんと、中央を切り込みましたが、しかしこのゲイン2ヤード程度にとどまっております。
失礼しました。番号を訂正します。キャリアおそらく25番の鈴木だと思います。富山大学出身です。こちらも富山大学ファイアーブルズの OB、 ここで活躍しています。パス成功。今度は左に展開していく80番にパスを投じました。80番これを見事にキャッチまして、さらに前進重ねております。約4ヤードほど獲得しました。すかさずタックルありましたが、しかしこのボールを離さず見事キャッチを成功したのは80番の桐山でした。大阪市立大学出身です。三重ファイアーバード、サーダウン4、ボールオン相手陣48ヤード。パス成功、ファースター。クォーターバック、ここはパスプレーで確実に攻撃権更新を果たしました。左に展開していたワイドレシーバー7番にパスを投じ、7番これを見事にキャッチまして攻撃権更新になっております。三重ファイアーバード、ファースター。見事このパスを投じましたクォーターバック。9番は日光、北海道工業大学出身。それを取りましたのはワイドレシーバー7番の白川、同志社大学出身のこちらはキャプテンです。さあ三重ファイアーバード、相手陣38ヤードで攻撃権更新し、ここより攻撃をさらに展開しようとします。ここでホイッスル。三重ファイアーバード、ここで前半1回目のタイムアウトを行使しました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトが取れます。まず三重、ここをチャンスと見まして作戦タイムとして1つ目のタイムアウトを行使しました。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全チームによります合同企画によって成立しております。この企画にご賛同いただきました多くの企業様、個人様のご寄付、ご寄社ありまして、この企画成立いたしました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。この活動がありましたおかげで、私もいろいろなところでのアメリカンフットボールの撮影および配信ができるようになりました。一言ならぬ、ご協力非常に感謝申し上げます。この企画はまだ現在も募集させていただいております。この配信の説明概要欄にありますショッピングカートの URL ございます。こちらの方をご覧いただき、その内容でご賛同可能なものがございましたら、ぜひ皆様ご協力をよろしくお願い申し上げます。さあタイムアウトとけまして、試合再開。三重ファイアーバード、相手陣38ヤードからのファーストダウン10。これは琉球ナイスディフェンス。ここで三重は35番にカドカービーのファーストプレーで相手の裏をつかんという形で中央突破を図りましたが、ここで琉球ガーデンライオンズ55番と77番見事立ちはだかりまして、このランを阻止しております。素晴らしいディフェンスを披露したのは55番のカルデラ、先ほどもチーム PR いただきましたチームキャプテンです。琉球大学出身のプレイヤーです。70番は高橋、明星大学出身のプレイヤーです。三重ファイアーバード、セカンドダウン13。このパスは成功しました。クォーターバック9番、右に展開していた80番にパス。80番ディフェンス殺到する中、これをキャッチしまして約6ヤードのゲインを果たしております。非常にタフなキャッチをしかし続けて行っております。80番の桐山、非常に素晴らしいプレーを見せています。三重ファイアーバード、サーダウン7、ボールオン相手陣35ヤード。さあパス成功、ファースター。
今度は右に展開しているワイドレシーバー7番にパスを投じました。7番サイドラインギリギリ、これを見事にキャッチしまして攻撃権更新になっております。いえ、ファイヤーバードファスター、さあパス成功、ファスター、今度はキャプテンが見せました。キャプテンの白石、白川、素晴らしいキャッチを披露しております。ここで2ミニッツ2ウォーニングに入ります。今期より国内で採用されております米国カレッジルール NCAA に従来はプロでしか採用ありませんでした。前後半残り2分でのタイムアウト、2ミニッツ2ウォーニングが採用となりました。アメリカンフットボールは本来は得点を競い合う点取り合戦ではありますが、同時に時間内にそれを競わなければいけないという制約があります。残り2分、この時間をいかに利用するかといった要素が加わってまいります。双方どのような形でこの時間をうまく操作していくか、そしてその時間を利用していくか、さまざまな攻防を繰り広げられます。この2分間の攻防、ぜひご注目ください。さあ、2ミッツウォーニング解けまして試合再開となります。三重ファイヤーバード、相手陣28ヤードからのファーストダウン10。さあ、ここで中央切れ込みましてビッグエインを、ディフェンスが素晴らしいプレーを披露しましたが、ここでイエローフラッグ、反則が発生しております。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しておりました。いわゆるフライングという形になります。5ヤードのペナルティー、したがってオフェンスは5ヤード前進しファーストダウンやり直しという形に変わります。さあ、三重は5ヤード進みましてファーストダウンという形になります。三重相手陣23ヤードからファーストダウン5。不成功。ここで奥に走り込んだレシーバーへのパスを投じました。一気にタッチダウン図らんというところでしたが、しかしこれは琉球許さずパス不成功に終えています。ダウン変わりましてセカンドダウンに変わります。なお前パスは失敗ですとボール、プレーそのものの時計の進行自体が止まる形になります。この前パスをいかに利用するかといった点もぜひご注目ください。三重ファイヤーバードセカンドダウン5。さあ、ここでランプレーを入れました。ナニバック35番にハンドオフをし左オープンをつかんというところ、しかしこれは琉球食い止めましてノーゲイン、サードオンに変えます。ランプレーですと中で倒れた場合は時計が回り続けます。このあたりも注目ください。見事に対応しましたのは70番のプレイヤーでした。70番高橋、見事に対応しました。三重ファイヤーバードサーダウン5。パス不成功。ここで中央で入り込んだワイドレシーバー80番にパスを投じました。
80番ノーマークになりましたので、このパス通っていればあわやというところでしたが、しかしわずかにパスのコースが逆になり、このパスが取れず不成功となっています。ダウン変わりましてフォースダウンに変わります。アメリカンフットボールはそのワンプレーワンプレーで常に前後左右からのヒットの可能性があります。このためほんの一瞬のステップ、足取り、それのコース取りに関しても非常に微妙な制約があります。これらの精度を整えた上でパス、ランは成立しております。こういった点もぜひご注目いただけると非常に嬉しく思います。ここでホイッスル。三重、ここで前半2回目のタイムアウトを投入しました。常にヒットがあるということは、そのポジションが、その位置にタイミングよく整わなければ、常にヒットを受ける可能性というがあるということの裏返しでもあります。これはやはり選手にとっては非常にストレスフルな状況でもありますが、同時にこれを成立しながら行うのがこの競技の魅力でもあります。それらを鑑みまして、すべてのプレーが成り立っていることをもしよろしければ想定しつつ、この試合をご覧いただければと思います。さあ、タイムアウトを解けまして、三重ファイアーバードフォースダウン5の状況に挑みます。フォーメーション組みました。フォースダウンギャンブル、5ヤード突破、このワンプレーにかけます。ここでホイッスル、フラッグが投じられました。イエローフラッグ、反則発生です。さあ、果たしてどちらのチームの反則だったでしょうか。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。アメリカンフットボールオフェンスチームは得点の選手以外1秒間プレー前の静止が求められます。この静止が守れなかった選手がいた場合にはフライングという形に扱われまして、不正なスタート、フォルススタートとなり5ヤード抜体となります。従いまして三重5ヤード下がり、フォースダウン点に状況変わります。さあ、厳しい状況になりましたが、三重なんとかこの状況を打開せんと再びハドルを組んでおります。さあ、選択はプレーを行う模様です。フォーメーションを組みました。やはりこの10ヤード突破をこのワンプレーかけます。ギャンブルに入ります。三重ファイアーバードフォースダウン10ギャンブル。クォーターバック9番、右に回りましてパスを投じんとしましたが、急遽ランプレーによって突破を図らんとスクランブルに転じようとしました。しかし、これを琉球許さず、結果的にここでプレーは終了。4回目の攻撃失敗という形になりますので、攻守交代になります。テイクオーバーで攻撃権変わり、攻撃権は琉球ガーデンライオンズに変わります。さあ、前半残り時間44秒ですが、琉球攻撃に入ります。琉球ガーディアンライオンズ自陣30ヤードからのファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック7番、プレッシャー受けながらステップワーク、踏みまして右に展開し、ワイドレシーバーにパスを投じましたが、しかしこれは通らず不成功となっています。ダウン変わりまして、セカンドダウンに変わります。琉球ガーディアンライオンズセカンドダウン10。
成功。今度は左に展開していくワイドレシーバー14番にパスを通しまして約5ヤードほど獲得しております。この時に14番キャッチしてから外へ出ましたのでここで時計は一旦止まっております。ボールを持った選手は外へ出た場合には時計が止まります。このあたりのタイムコントロールも非常に重要な要素になります。キャッチしましたのは14番の草開きでした。大阪工業大学出身です。琉球ガーデンライオンズサードン6、前半残り時間32秒。パス成功。非常にタフなパスを展開 しました。ディフェンスのカバーよくターゲットない中手前にいた29番にパス。しかしこれにもディフェンス殺到しまして29番フットワーク切りまして倒されるところをなんとか防ぎサイドライン割りました。しかし攻撃変更シーンはわずかに至っておりません。フォースダウンに変わります。しかしタフなキャッチを決めましたのはワイドレシーバー29番中村でした。城西大学出身のプレイヤーです。琉球フォースダウン2、ここは無難にパントを選択します。このパントは若干ターンボールになりまして、三重陣46ヤード付近での攻守交代となります。攻撃権はテイクオーバー変わりまして三重ファイヤーワードに変わります。さあ前半残り時間12秒という状況ですが三重は果たしてこの攻撃権をどのように行使するでしょうか。自陣46ヤードから三重ファイヤーバードファーストダウン10。三重どうやらタッチダウンを狙わんと、パスプレーに出ました。クォーターバック、9番左に展開してターゲットを探しましたがしかしディフェンスカバーおよびプレッシャーが殺到しまして外へ出ることで、そのプレーを終了しました。ロスはしましたが結果的に残り時間6秒残した格好になっております。残り時間を考えましてできるプレーは1プレーから2プレー、従いまして下がる距離よりも時間を確保したいという判断だったようです。さあセカンドダウン16の状況ですが三重このプレーはどのように行使するでしょうか。2ダウンこのまま時間を消化します。ここで前半終了となりました。前半終了となりまして琉球ガーデンライオンズ21点、三重ファイヤーバード0点、琉球が3つのタッチダウンを上げ試合を有利な展開にしまして前半戦終了となっております。双方とも白熱した一戦となっております。互いにそれぞれ現在地を確認するような激しい戦いを演じております。その中で現在勢いあります琉球が3つのタッチダウンを上げ試合の状況を有利にする格好を作りました。さあ琉球はこのまま後半戦もそのまま押し切る形に持ち込めるでしょうか。対しまして三重はこのハーフタイムが一つの幕開になります。ここで前半戦の反省をしそして後半戦の対策を講じると思われます。その中に突破口を見出すことができるかといった点も注目になってまいります。さあこのハーフタイム試合そのものの幕開でもありますが配信の休憩の的もさせていただきたいと思います。その間 X2X3 リーグの協会の方で作成されましたアメリカンフットボールとそして X リーグをご紹介する動画がございます。こちらの方をご覧いただきながら後半戦開始までの時をお待ちいただければと思います。X リーグは1996年に発足した日本のアメリカンフットボールのトップリーグ。
X2 リーグは X リーグの2部リーグで、イースト、セントラル、ウエストの3つのディビジョンに分かれています。そして X3 リーグは東日本と西日本にディビジョンがあります。 X リーグの X はエクセレンス、エキスパート、エキサイティングのイニシャル。 X リーグはデュアルキャリアを追求し、スポーツとビジネスを両立するマルチプルなヒーローを育成。 X3 琉球ガーディアンライオンズ代表の丸橋弘和は、大手航空会社の支店長、複数の航空関連会社の社長を歴任した後、現在は沖縄県のアメリカンフットボールの普及に尽力しています。 X2 のハリケーンズチアリーダーの川島かな子は、子育てしながら大手総合商社に勤務し、さらにチアリーダーというデュアルキャリアを実現しています。このように X リーグはアメリカンフットボールを通じて社会のリーダーを作っていきます。 X リーグでエキサイティングな未来を、さあ一緒に新たな歴史を刻もう。卒業後は X リーグへ。楕円形のボールを用いて得点を競うスポーツです。フィールド上では11人の選手がプレー。交代はプレーごとに人数制限なく行います。フィールドは縦100ヤード、横53ヤード。得点方法は4つ。キックのフィールドゴールでは3点、エンドゾーンにボールを持ち込むとタッチダウンで6点。タッチダウンの後に3ヤードから攻撃できる。キックで1点、タッチダウンで2点、エンドゾーン内でダウンすると守備側に2点。 X2 リーグでは 4×12分の試合時間。試合はキックオフで開始。攻撃側はボールを持って前に進めるか、前にパスを投げてボールを進めようとします。攻撃側は4回の機会が与えられ、その間に10ヤード以上進めば新たに4回の機会を獲得。攻撃側は4回のダウンで10ヤード進めるように様々な試みをします。10ヤード進むことが困難な場合、キック、パントで陣地を挽回。守備は攻撃側のボールを前に進める動きをタックルなどによって止めます。ファンブルしたボールは誰でもリカバーでき、守備側がリカバーすると攻守交代。攻撃側がパスを失敗すると元の地点から次のダウンに、反則だと審判が黄色いペナルティーマーカーを出します。種類によって罰則が課せられます。ぜひ X2 リーグ、 X3 リーグにご注目ください。選手たちがフィールドに戻りまして、これより後半戦再開の時を迎えようとしております。すでにキックオフ、後半戦再開のキックオフの体制を両チーム備えた格好になりました。後半戦は琉球ガーディアンライオンズのキックオフで再開する形になります。キックオフしますは7番の藤原です。さあ三重リターンに入ります。さあ果敢に中央突破を図りまして、80番、ディジェン40ヤード付近を得まして、ここからの三重ファイヤーバードの後半最初の攻撃となります。三重ファイヤーバード自陣41ヤードからのファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック9番プレッシャー受けながら、ワイドレシーバー80番にパスを投じましたが、このパスは結果的に不成功に終わっております。ここで負傷者が発生したため、レフリータイムアウトが取られています。
レフェリータイムアウトを続けまして試合再開となります。三重ファイアバードセカンダウンテン、さあ中央のランプを選択しました。何枠35番密集点突破図らんというところ、しかしタイミングずれましたか、ノーゲインとなっております。サードダウンに変わります。さあ声援ある中、琉球ディフェンスも気概上がっております。三重これを突破できるでしょうか。三重自陣40ヤードからのサードダウン点、パス不成功の判定となっております。ここでクォーターバック9番中央走り込んだ80番にパスを投じましたが、ディフェンスこのギリギリのところ叩き出しまして、パス不成功に変えております。フォースダウンに変わります。三重ファイアワードフォースダウン点、パントフォーメーションを取ります。パンターは73番の清水が務めます。富山大学出身です。さあリターンに入る、このパント絶妙のバウンドを取りまして、琉球ガーディアンライオンズ10ヤード付近まで転がり、かなりいい位置を確保できるかと思いましたが、ここで琉球リターンに入りまして、琉球自陣37ヤード付近まで返し、ここから琉球の攻撃に変わります。パントはいわゆる攻撃放棄となるプレーですが、そのキックの成品によっては大きくその陣地の優劣が変わります。陣地そのものは得点には関係ないですが、これによる得点及び失点の率が大きく変わります。この点においてのワンプレーが非常に大きくされるパントシーンもぜひご注目ください。さあ琉球の攻撃、自陣37ヤードからのファーストダウン点、さあここでパワープレーが行きました。ランニングバックに反応し、中央突破図らんというところ、ファーストダウン40番、オフンサインともども一気に津波のように押し寄せまして、約7ヤードから8ヤードのゲインを獲得しております。タフなランを切りましたのは、琉球ガーディアンライオンズ、ランニングバック40番の比嘉、そしてオフェンスライン陣、おそらくは55番、カレカル、56番のテルヤなどが奮闘したと思われます。琉球、セカンドダウン3。今度は三重が見せました。再び中央のランプへを展開しようとしたところ、今度は三重のディフェンス51番と56番殺到しまして、このランも阻止してサードダウンに変えます。鮮やかに対応しましたのは、今度は三重が見せました。51番と56番でしょうか、こちらの方素晴らしい奮闘を見せていただきました。51番は加田です。阪南大学出身のプレイヤーです。琉球サードダウン3、そこにさらに中央トップ払った、パワープレーにより攻撃権更新をしかし成功いたしました。琉球ファースター、琉球サードダウン3、琉球ここはあえてパワーにこだわりました。中央トップをランニングバックに託しまして、見事それを成功させ攻撃権更新になっております。琉球ファースター、さあ攻撃権更新になって、琉球ガーディアンライオンズ自陣47ヤードからのファーストダウン点、パス成功、ファーストダウン、ここでパスプレーです。クォーターバック7番ランをフェイクにしたプレーアクションから、中央を切り込んだワイドレシーバー3番にパスを通しまして攻撃権更新です。琉球ファーストダウン、鮮やかなパスを投じたのはクォーターバック7番の藤原、それを取りましたのは3番の池口でした。
ここでウォーターブレイクに入ります。非常に鮮やかな攻撃を琉球展開しております。着実な力強いラン、そしてその合間にパスを挟みまして相手陣に入り込んだところで現在ウォーターブレイクに入っております。この配信は X2 ウエスト、X3 西日本、すべてのチームの合同企画によって実現しております。多くの方々の、多くの企業様、多くの個人様のご寄付ありまして、この企画成り立ちました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。この企画は現在も募集しております。この企画の内容が、この配信の説明概要欄に、ショッピングカートの URL として記載されております。こちらご覧いただき、ご同意可能な企画ございましたら、ぜひ皆様ご協力をよろしくお願い申し上げます。さあ、試合再開。琉球、相手陣39ヤードからのファーストアンテン、QB サーク。クォーターバック7番、ここで、ロングパスを投じようと下がりましたところ、しかしディフェンス陣が佐藤、なんとか逃げ惑い、パスを投じようとしましたが、その構え、作る間もなく、59番に仕留めました、QB サーク。大きなロスに変えました。見事 QB サックいたしましたが、三重ファイヤーバード、59番失礼いたしました、65番でしょうか、番号の方を再度確認させていただきますが、56番の山原でした。素晴らしいプレーを披露しました。南山大福出身のプレイヤーです。さあ、セカンドダウン、ロングの状況、パス不成功。ここでパスを投じましたところ、しかし三重18番阿波谷、インターセプト戦という素晴らしいディフェンスを披露しまして、このパスを叩き落とし、パス不成功となっております。琉球ダウン変わりまして、サードダウンに変わります。琉球ガーデンライオンズ、サードダウン25。厳しい状況ですが、さあ突破を図るワンプレー出るでしょうか。ここでクォーターバック7番、プレッシャーをかわしつつ、なんとか相手のプレッシャーを振りほどかんとしましたが、ここで芝に足を滑らせましてスリップ、倒れた地点でプレー終了となりました。結果的に大きくロスしまして、フォースダウンに変わります。琉球ガーデンライオンズ、フォースダウン40、パンプフォーメーションを取ります。さあ、三重リターンに入ります。この結果、三重は自陣46ヤード付近確保し、この位置からの攻撃に変わります。攻守変わりまして、三重ファイヤーバードに攻撃権移ります。チャット欄メッセージありがとうございます。あやエドワーズ様、かわいい声援が観客席から聞こえるというメッセージ、そうですね、私も先ほどから非常に微笑ましく心強くこの声を聞いております。こういった一つ一つの声が集まりまして、やがて琉球が愛されるチームになっていく、そのような兆しを感じる光景を今聞かせていただいております。さあ、しかし攻撃権は三重に変わりました。三重、この状況を打開できる攻撃シリーズ、ここで展開できるでしょうか。ボールオン自陣46ヤードから、三重ファイヤーバードファーストダウン10。さあ、まずトスしまして、ランニングバックに託しました。
左に展開させんとしたところを高手に切り上がり攻撃突破を図らんと35番密集点に突入しましたが、しかしこれは琉球許しません。ノーゲインでセカンドダウンに変わります。キャリアは35番の吉田でした。首都高校出身のルーキーです。ルーキーと申しましたがエイジ45カムバックプレイヤーと称させていただきましょう。高校時代のアメリカンフットボール経験者であ あるでしょうか。名門校千徳高校の出身でもあります。その意味では再びこのアメリカンフットボールに戻ってくれたことを非常に私自身は嬉しく思います。さあ再び三重はその35番でしょうか、託しまして中央突破を図りました。オフェンスラインも苦しみながらしかしその走路を確保しなんとか前進を図っております。互いの思いがぶつかる激しい闘争を繰り返しているこの一戦ですが、さあ三重はこれを生かし得点を上げることができるか。そして琉球は遠方から届きましてそのここの現地大阪であります声援に応えられることができるでしょうか。三重ファイヤーバードサードナイさあここでクォーターバックスクランブル判定どうでしょうか。ターゲットカバーされ厳しい状況、しかしむしろ空いたスペースにと飛び込みました。スクランブル実りましたでしょうか。実りました。攻撃権更新です。さあここでクォーターバックスクランブル素晴らしい判断でこの攻撃を継続するに至りましたのはクォーターバック9番の日光です。北海道工業大学出身、こちらも北海道学生リーグで研鑽しましたプレイヤー、ここで活躍しております。エイジ39ここで第3クォーター終了となります。第3クォーター終わりまして琉球ガーデンライオンズ21点、三重ファイヤーバード0点。攻守の方向を変えましてこれより最終クォーター第4クォーターに移ります。さあ双方向き変えましてこれより最終クォーター第4クォーターに入ります。三重ファイヤーバードこの状況をなんとか一矢報いと現在攻撃を展開しております。相手陣に進んだところ相手陣43ヤードから第4クォータースタートとなります。三重ファイヤーバード相手陣43ヤードからファーストダウンテン、これはディフェンス素晴らしいヒロパワーを見せました。左に展開して7番にパスを投じようとしましたがここに21番飛び込みましてこのパスを不成功とさせています。インターセプトを狙うという非常にアグレッシブなディフェンスを披露しました。結果的にはパス不成功には終わりましてセカンドダウンとなっております。三重ファイヤーバードセカンドダウン10、さあここでランプレーを挟みます。何枠にボールを託し左オフタックル付近に突入させ約2ヤードほどゲインを果たしております。託されましたのはキャリア35番の吉田でした。首都高校出身のプレイヤーです。ここでホイッスル、現在フィールド上のゲームクロックの方にトラブルがありました。現在その調整に現在レフェリータイムアウト入っております。
私の方で 手時計として扱っております画面上の表示はあくまでフィールドの状況を鑑みながらさせ、使わせていただいておりますので実際の時間の経過とは異なった状況に陥ります。この点は何卒ご了承ください。さあフィールド上時計の修正入りまして第4クォーター残り7分30秒で試合再開となります。三重ファイアバードサーダン8さあここでカウンター気味のドロープレーで突破を図りました。中央にランリゴーク35番突入しましたがしかし琉球譲りません。ノーゲインでフォースダウンに変えます。琉球このディフェンスフロント非常に素晴らしいものがあります。60番55番、さらに70番が控えておりますが彼ら中央にそびえ立っております。66番もおりますね。彼らが非常に素晴らしいプレーを披露しております。三重フォースダウン8ですがフォーメーション組みました。フォースダウンギャンブルに入ります。さあこのワンプレーで突破なるか。パス成功、ギャンブル成功、ファースト。ここで一気にロングパスに行きました。まさに強つかんというところ。クォーターバック9番奥に走り込んだ82番にこのパスを通し見事攻撃権更新になりました。三重ファイアバードファースト鮮やかにこの判断下しロングパス投じたクォーターバック9番の日光北海道工業大学出身。そのチャンスを見事生かしましたのは82番渡辺同志社大学出身です。さあこれによりまして三重ファイアバード相手陣7ヤードに入りましてファーストダウン2ゴールに状況変わります。残り4回でタッチダウンなるか。さあランプレーを投入しました。しかしここはやはり琉球譲りません。ゲインなくセカンドダウンに変わります。やはり見事です。フロント陣素晴らしい、ディフェンスを披露しています。55番はカレカル琉球大学出身、60番田中近畿大学出身、66番は町田広島三育学院高等学校出身、70番高橋明星大学出身です。パス不成功、パス不成功となっています。奥に走り込んだ80番がターゲットでしたがこれはディフェンスカバーありまして不成功となっています。さあしかし三重としては何としてもこの7ヤード突破しまして得点を挙げたいところではあります。琉球はこれを封じることができるか、三重その思い叶うか。サーダン2ゴール残り7ヤード。パス不成功、ナイスカバー。
ここで中央へのパスによって突破を図りました。ターゲット80番、しかしそのパスに対して琉球37番カバーしまして、このパス不成功にしフォースダウンに変えます。ターゲットは80番の桐山、それを務めましたのは37番王子でした。海城高校出身です。三重ファイアバードフォースダウントゥーゴール、残り7ヤード。ここでホイッスル。三重ファイアバード、ここで後半1回目のタイムアウトを使います。三重としてはここでどうしても得点は上げたいところです。叶うならばタッチダウンというところではあります。しかし完封を防ぐためにこのチャンスをフィールドゴールという形でキックによる3点まず上げるという形を選択としては狙える範囲ではあります。さあどちらを選択するでしょうか。さあタイムアウト解けまして試合再開となります。三重がこのフォースダウンというゴールでプラス判断はどのようになるでしょうか。フォーメーション組んだ、タッチダウンになります。フォースダウンギャンブル、あくまで勝負にこだわります。パスは通ったが届いていない。プレッシャーの中80番にパスは通りました。しかしエンドゾーンには届かなかった。4回目の攻撃失敗となりますので、ここで攻守交代、攻撃権変わりまして琉球ガーディアンライオンズに攻撃権変わります。しかし三重の意地が感じられるワンプレーでした。80番苦しい状況キャッチし、なんとか進まんとしましたが、しかし届かず、残り1ヤード届かず攻守交代です。琉球自陣1ヤードからのファーストアンテ、さあ9秒がいている前がいた、どこまで行く、ハーフウェイ越えた、さらに行く、ブロッカーいる、追いつくか、ピッケイファーストここで琉球はハーフウェイ越えた、ハンドフォーフェイクし、そしてクォーターバック自らが連携となら右オープンに展開、これが判断よく相手はカバーできれば一気に3枚の層そのままエンドゾーン迫らんという大きなランになりました。素晴らしい判断で攻撃権更新です。琉球ファースター、見事なプレーを披露しましたがクォーターバックの、藤原でした。千葉商科大学出身のバイスキャプテンです。さあ一気に相手陣16ヤードからのファーストダウン点、そのままいったー、タッチダウン、そしてこのチャンス一発で処理ました。今度はランニング枠40番にハンドオフ、40番そのまま一気に左オープン独走しまして、エンドゾーンの隅駆け抜けまして、タッチダウン。琉球素晴らしいランを2つ決めまして、見事さらなる加点となるタッチダウンを上げて6点追加となっております。そしてキック決まりまして1点追加、琉球ガーデンライオンズ28点、三重ファイアバード0点という形にスコアさらに広がっております。藤原の目の覚めるようなランの後、さらに続けざまに何が40番の膝が素晴らしい左方向にランを決めまして、タッチダウンを上げる形に成功し、
さらにリードを広げる形になっております。ハリネズミさんのメッセージありがとうございます。今日は MK タクシーフィールドの方におられるんですね。そちらの方から琉球のこの試合をご覧になっているということです。琉球頑張れのメッセージありがとうございます。さあ琉球キックオフに入ります。三重リターンします。このリターンは三重の陣地32ヤード付近でとどまりまして、この位置からしかし三重の攻撃に変わります。さあ三重反撃なるか。自陣32ヤードからのファーストダウン10。まず中央へのランプレーを投入しました。しかしやはりここは琉球譲りません。ノーゲインでセカンドダウンに変わります。ここでイエローフラッグ反則が発生しています。ディフェンスの反則です。オフサイド。ボールが動く前に相手エリアに侵入しておりました。5ヤードバッタになりまして、オフェンスは5ヤード前進し、ファーストダウンのやり直しとなります。三重ファイアーワード、ファーストダウン5。クォーターバック9番パスを投じんと身構えましたが、しかしディフェンスがここで圧力かけまして、結果的にパスを投げる前に仕留められました。3ヤードロスとなりましてセカンドダウンに変わります。三重ファイヤーバードセカンドダウン8。さあ右サイドにパスプレーで突破を図りました。ターゲット7番にパスは通りましたが、しかしゲインは約3ヤードになりましてサードダウンに変わります。しかしタフなキャッチ決めましたのは7番の白川です。ここはキャプテンなんとか意地のプレーを見せています。三重ファイアワードサードダウン6。パス不成功。今度は左に展開している7番にパスを投じました。しかしこのパスはわずかにそれまして、パス不成功、フォースダウンに変わります。三重ファイアーバードフォースダウン6。フォーメーションを組みました。フォースダウンギャンブル入ります。パス不成功。ここで奥走り込んだ82番にパスを投じましたが、今度は三重、琉球譲りませんでした。パス不成功に終わらせフォースダウン失敗。4回の攻撃失敗となりますので攻守交代。攻撃権変わりましてテイクオーバー、琉球ガーデンライオンズに攻撃権変わります。
さあ相手陣36ヤードから琉球ガーデンライオンズファーストダウンテン。パスいった、タッチダウン。ここで琉球一気にタッチダウンを狙いました。奥にワイドレシーバー29番走り込み、そのパスを取りました29番ディフェンス振り切ってそのままエンドゾーン囲んでタッチダウン。ここで2ミツウォーニングに入ります。さあ試合最終盤に入りましての2ミッツウォーニング、その直前に琉球鮮やかなパス攻撃でタッチダウン上げまして、さらにリードを広げる形に成功しております。三重としては何としても一矢報いんと非常に様々な策講じまして、相手の陣地を脅かすシーン多々ありますが、しかし得点には至っておりません。残り2分間の攻防でこの状況に何らかの変化が生じるでしょうか。これよりその2ミッツウォーニング間もなく解けます。試合再開です。琉球ガーデンライオンズトライ4ポイント。キック成功、1点追加、琉球ガーデンライオンズ35点、三重ファイアーバード0点とスコア広がっております。鮮やかなパスでした。ポケットある中、クォーターバック7番奥に走り込んだワイドレシーバー29番にパス、これを29番ディフェンス振り切ってキャッチして一気にエンドゾーン駆け込んでタッチダウンになりまして、さらにリードを広げる形に成功しております。見事なキャッチ決めましたのは29番の中村でした。城西大学出身のプレイヤーです。さあその得点を挙げました琉球のキックオフで試合再開となります。さあこの判定どうなるか。三重がボールを抑えました。したがいまして三重の攻撃という形に変わります。琉球ここでキックオフリターンを避けるために短いゴロのキックを蹴りましたが、この時に三重がそのボールの確保に手間取りました。結果琉球のカバーが追いつき、あわや琉球がそのままボールを獲得せんかという状況でしたが、しかしなんとかこれは三重を抑えまして、三重の攻撃権という形に変わっております。現在審判団その状況の全員の再確認をするため協議をしております。判定覆りました。確保したのは琉球でした。結果的にはオンサイドキックが成功した形になります。オンサイドキックは最初にご紹介した通り、キックオフした人により10ヤード以上前進していれば双方どちらが取っても構いません。先ほどはファンブルありましたが、その有無に関係なく琉球にも攻撃を獲得する権利はありました。そして最終的に抑えた琉球がその獲得をしましたので、琉球が攻撃する形になります。琉球結果的に相手陣36ヤードからのファーストダウン10に入ります。琉球ファーストダウン10。
さあ抜けた、ナイスラン、ファーサー、ランニングアップで3枚反応方法をたくさん出して中央突破、相手のディフェンスの隙間を塗って一気に独走、10ヤード以上突破しまして攻撃権更新です。琉球ファーサー、さあ抜けた、見事なランを披露したのは3番の池口でした。日本大学出身、さあ琉球相手陣15ヤードからのファーストダウン10、パスいったタッチダウン、ここで琉球一気にパスでタッチダウンを上げました。クォーターバック7番ポケットと止まり、中央を切り込みまして、切り込んだ13番にパス、13番ディフェンスを振り切りノーマークの状態、そのままそのパスを取りましてエンドゾーン着地してタッチダウン、琉球ガーデンライオンズ6点追加となっております。キックは失敗です。トライ4ポイント失敗となりまして、琉球の得点は6点止まり、琉球ガーデンライオンズ41点、三重ファイヤーバード0点と、しかしそのスコア広がっております。ここはオフェンスラインも素晴らしいパフォーマンスを披露しました。長いプロテクション確保しまして、その間に振り切りましたワイドレシーバー13番にパス、13番ノーマークレコンパスをエンドゾーンでキャッチしまして見事タッチダウンになっております。そのタッチダウンパスをキャッチしましたが見え、失礼しました、琉球ガーディアンライオンズ13番のマルオラン、ロバート・マーシャル・ユニバーシティ・オブ・シカゴ、シカゴにあります大学の出身のプレイヤーです。29、非常に若い選手でもあります。さあオンサイドキックいった、近まったよ、近まったよ、しかしこのキックは幸いにして外で出ましたので、結果的にはこの場合はリターンチームの三重の攻撃権という形に変わります。選手に当たりましたのでこのキック自体は反則ではありません。つまりファンブルロストしたボールが外で出た格好と同じ扱いになります。所有権はこの場合はリターンチームになりますので、リターンチーム三重ファイヤーバード自陣26ヤードからの攻撃という形になります。さあ三重ファイヤーバード自陣26ヤードからのファーストダウン10、さあ中央へのランプレーを投じます。しかしこのランは琉球やはり譲りません。ノーゲインという形にしましてセカンドダウンに変わります。三重ファイヤーバードセカンドダウン10、ここもランプレーを投じました。しかしここで琉球73番ワンハンドタックルしまして、このランを阻止し3ヤードロスに変えております。非常に力強いパフォーマンスを披露したのは琉球の73番のゲイブ・エドワーズです。ここもランプレーを投じました。
ここで試合終了となりました。試合終了となりまして、琉球ガーデンライオンズ41点、三重ファイアバード0点、琉球ガーデンライオンズ勝利となりまして、連勝続く形となりました。三重も非常に厳しい中、しかし奮闘しまして、この一戦、なんとか戦という意気込み感じる戦いでした。結果的にタッチダウン上がりませんでしたが、琉球を脅かすシーン何度もありました。ナイスファイトでした。勝利しまして、見事4勝目獲得です。そしてこの時点で2位以上確保となりました。次の目安戦、こっちに行きます。また応援よろしくお願いします。そして全勝を目指さんと意気込みました。ナイスゲームでした。はい、撤収、チャチャ行こう、チャチャ。そして三重も非常に素晴らしい戦いをありがとうございました。次節最終節、白星目指して奮闘を期待します。ナイスゲームでした。双方とも立ち位置違いで、しかしアメリカンフットボール普及ままならない遠方地にありながら、素晴らしいチームを牽制し、この戦いに挑みました。素晴らしい戦いをありがとうございました。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはグドンだが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは高校大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものなのかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。さあ、この試合は果たしてその物語の何ページ目に記されていた物語だったでしょうか。その物語の続きを楽しみとしつつ、本日の配信はここで一旦終わらせていただきます。この後に続きます第4節の残り2試合も続けまして、アカウント変え配信させていただきます。本日の配信は NFA 社会人アメリカンフットボール協会の許可と、そして X2 ウエスト、X3 ウエスト全チームの合同企画によって実現いたしました。その企画にご賛同いただきました、ご協力いただきました方々、皆様ありがとうございます。そのおかげでこの試合を実況配信させていただきましたのは私、道楽八重茶でした。機会ございましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。